皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です。今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回はブルボン朝最盛期の国王ルイ14世について説明しました。ルイ14世は領土拡大の野望がめちゃくちゃあって、でいろんなところに前奏を広げまくったり、あとはものすごく豪華なベルサイユ宮殿建設したり、まあ、すごく派手な功績残してるんですけど、その裏でこういった活動によって財務状況がとんでもなく悪化していったんでしたっていう話でしたね。ということで、今回はその続きからです。ルイ14世は前も説明した通りギネス記録取ってしまうぐらい長いこと王位についていたんで、ルイ14世が亡くなった頃にはですね、なんと息子どころか孫もすでに責任なくなっていて、で当時わずか5歳だったひ孫のルイがルイ15世として国王に即位することになります。5歳で即位ってルイ14世と同じ感じですね。ルイ15世も普通におじいちゃんになるまで生きるんで、大体60年ぐらい国王であり続けるんで、まあ、ルイ14世ほどではないにしても、この人もこの人でかなり在任数長いんですね。で、そんなルイ15世がフランス国王となった時、この時点ではすでにフランス財政は危機的状況にあって、しかも運が悪いというか、フランス経済にさらに追い打ちをかけたのがこの時期にですね、ミシシッピバブルっていう世界三大バブルの一つがフランス国内で起こって、フランス中が阿鼻叫喚となるんですね。このミシシッピバブルっていうのはジョン・ローっていうスコットランド人によって引き起こされたものなんですけど、実は私この事件の解説動画も作ってるんで、まあ、興味ある人はぜひ見てみてください。で、そんなこんなでフランスは混乱を続けながらも、その後宰相となったフルリーっていう人の時代にはなんとか国は安定しだしたんですが、だけどフルリーが亡くなると宮廷内の権力争いが激しくなったり、そして国内だけでなくついに対外戦争がまた起こりだします。1740年にですね、オーストリア・ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝カール6世が亡くなって、で男子直系が途絶えたことで、誰がそのハプスブルク家の家督を継ぐかでまた揉めたんですね。でこの時に手を挙げた人物がマリア・テレジアっていう女性です。カール6世の娘ですね。まあ、手を挙げたっていうか、カール6世がまだ生きてるうちにハプスブルク家の家督継承ルールを変えて女性の家督相続を認めるようにしていたんで、他の国も最初は黙ってそれを認めていたんですけど、しかし実際にカール6世が亡くなった後に、やっぱそんなのダメでしょってことを言い出して、それを認めてほしかったらあなたの領土をよこしなさいってことを言い出したわけですよ。まあ、その中でも特にオーストリアに対して口うるさかった国が新興勢力のプロイセン。このプロイセンがオーストリア領のシュレジェンに侵入したことで戦争が始まってしまいます。そんな感じでオーストリアの継承が発端となって起こった戦争なんで、これをオーストリア継承戦争と言います。で周りの国はというと、これまたいろいろな思惑からこの戦争に参加することになって、フランスはハプスブルク家大嫌いなんで、同じブルボン朝のスペインとともにプロイセンと手を組ん でイギリスはフランスと植民地争いをしていたところなんで、逆にオーストリアを支援して、それを口実に北米やインドでフランスと戦争を起こされて、でボコボコにされてっていうね。なんでここら辺からブルボン家はだんだんハプスブルク家よりもイギリスの方がうざくなってきて、この後のフランスはイギリスに対抗するために今まで超敵対し合っていたハプスブルク家と同盟関係を結ぶようになるんですね。それを外交革命と言います。まあ、革命と呼ばれるぐらいの外交方針転換なわけですよ。でオーストリア側にしてもこの同盟にはもちろんメリットがあって、オーストリアの大陸における一番の敵っていうのがこの頃はプロイセンになってきていて、プロイセンとオーストリアで先ほども言ったシュレジェンっていう地域の取り合いをしていたんですね。でプロイセンはオーストリアに勝つために味方を探してイギリスに接近していて、なんでイギリスとプロイセンっていうフランスとオーストリアの目の敵コンビが仲良くなったんで、フランスとオーストリアも、まあ、それに対抗するために必然的に仲良くなったと。まあ、さらにロシアもオーストリア勢力に加担して、この2つの勢力で戦争をしたのが7年戦争っていうもんですね。ちなみにこの外交革命とも呼ばれる一大変革、これはフランスの誰が推し進めたのかというと、まあ、普通に考えればルイ15世か、もしくはその側近の政治家かと思いきや、実はね違うんですよ。ルイ15世ってルイ14世と違ってあまり政治の世界には興味がなかったらしくて、その代わりに躍動した人物がルイ15世の愛人のポンパドゥール夫人っていう人、ポンパドールっていう髪型の由来となった人物ですね。前髪を上げてなんかもっこりさせるやつね。でこの人が抑えしていた髪型らしくて、まあ、それが
当時のフランスで流行ったんで、まあそう呼ばれるそうです。で、ポンパドゥール夫人は平民出身ながらも、ブルジョワ階級の出身だったんで、英才教育を受けて育って、まあ、そのおかげで非常に賢い人物だったらしく、まあ、なおかつ素晴らしい美貌の持ち主で、その結果、ルイ15世の身に留まって、で、公式に愛人っていうポジションにつくことになったんですね。で、バリバリに政治世界に介入をしていって、ついには実質的な宰相とまでなってしまうんですけど、七年戦争のフランス、オーストリア、ロシアの同盟は、この人の意向が非常に反映されてるんですよね。で、面白いのが、この同盟を組んだ時の各国の関係者は実は全員女性で、フランスがポンパドゥール夫人、オーストリアはマリア・テレジア、そしてロシアもエリザベータっていう女性皇帝だったんですね。なんでこの3人による同盟関係を3枚のペチコート作戦とか3枚のペチコートの陰謀とか言います。ペチコートっていうのは、女性がスカートの下に履く下着の一種ですね。なんでこの時代は女性が歴史を大きく動かしたとも言えるわけですよ。で、その結果発生したのが先ほども言った七年戦争だったわけですけど、それと同時並行で北米で行われていた戦争がフレンチインディアン戦争 で、インドで行われたのがプラッシーの戦いと第三次カーナティック戦争ですね。なんでこの時点でも多くのヨーロッパ諸国が戦争に参戦していて、なおかつ戦場はヨーロッパだけでなく植民地のある他の大陸でも大規模に行われているんで、世界が一体化していくことに合わせてさながら世界大戦の様相を呈し出しているわけですよ。で、結果というと、これはフランス・オーストリア勢力の敗北で、フランスからしたら北米やインドの植民地から撤退させられるわ、で、オーストリアからしたらシュレジェンをプロイセンに取られるわで、まあ、散々な結果に終わってしまったわけですよ。で、そうなるとやっぱりこの敗北者の2国はお互いの傷を舐め合うっていうか、ブルボン家とハプスブルク家、もうちょっと仲良くなりましょうっていう動きが加速していくことになります。その結果実現したのが、ハプスブルク家のお姫様をブルボン家の王子様に嫁がせるっていうもの。その時の王子様がルイジ6世で、お姫様がマリー・アントワネットですね。この2人が1770年七年戦争敗北後の7年後に結婚をすることになります。まあ、ただこの話って実はここに至るまでそんなにストレートに展開してなくて、ルイ16世って最初はマリー・アントワネットの結婚相手候補になってなかったんですよ。というのも彼には兄がいて、ルイ16世が王位につくとはもともと考えられてなくて、なんでそのお兄さんとマリー・アントワネットが結婚する予定だったんですね。だけど残念ながらお兄さんは婚姻話の途中で亡くなってしまって、なおかつ自分のお父さんもその後すぐに亡くなってしまったんで、突然ルイ16世が次の国王として上り出てしまったんですよね。なんである意味アクシデント的にこの2人は結婚をすることになります。この2人の結婚が夫婦生活にまつわる話についてはいろいろエピソード残っていて面白いんですけど、まあ、それについては話すと長くなるんで、いずれまた別シリーズでやるとして、この2人が1770年に結婚した4年後、ルイ15世が天然痘にかかって亡くなってしまうんで、1774年、ついにルイ16世が国王として登場することになります。ルイ16世といえばフランス革命ですね。フランス革命、この人はフランス革命を経験して最終的にギロチンで処刑されるっていう大変悲惨な目に遭った国王とも言えます。これは、前何かの動画でも説明しましたけど、記録で残っている範囲で言うと公の場、つまり民衆の目の前で民衆の意思によって処刑された国王って世界史上でも2人しかいなくて、1人がイギリスのチャールズ1世、もう1人がこのルイ16世ということになります。それほど国王の処刑っていうのはとんでもない事件なわけですよ。もちろん政敵とか身内による暗殺とか、まあ、そういうのはいくらでもありますけど、国王を殺せって国民が団結しだして、その当時の社会において合法的な手段で国王処刑を取り決めて、そしてその処刑がパブリックに、まあ、ある意味熱狂的に取り行われるっていうのは、それほど歴史を見ても類がないわけですよ。まあ、ルイ16世なだけに。でまあ、それまでね、絶対君主として君臨して、で民衆からは畏敬の念を持たれていたブルボン王家に果たして一体何が起きたのか、それまでの常識を根本からぶち壊したフランス革命とは一体何だったのか、まあ、今回はちょっと早い気がしますが、キリがいい感じなんで、この続きはまた次回お楽しみに。ツイッターやってます。岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索して、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた。